6月21日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。皆さん、ちゃんと寝てますか？いまいち。いや、いまいちですか。どんな睡眠状況ですか？やっぱね、睡眠の質は人間の質に日常生活の質に直結しますからね。そうですね。で、どうなんですって？いやね、睡眠時間がね、ちょっと短めっていうのもあるんですけど、短めなんですか？最近、遮光カーテンの遮光の威力が落ちてきちゃって、こう、明るくなるんですよ。遮光カーテンの遮光の威力が落ちた？いや、そんなことないでしょ。そうですか？なんですか？カーテン洗ってんですか？私は自慢じゃありませんけどね、今住んでるところのカーテンは一度も洗ったことないですよ。そうですか。カーテンって洗うんですか？何年間ぐらい洗ってないんですか？いや、大したことないです。まだ2、3年ですけど、ね。じゃあ大丈夫ですか？なんかカーテン洗うと痛みそうじゃないですか。特に私のカーテンはですね、買うときにですね、一番高い、一番高いのって言って一番高いのをしたんでですね、一番高いのってどういうサービスがついてるかというと、綺麗なドレープのひだひだができるように加工がしてあるんですよ。だからカーテンをシャーッと閉めるとですね、もう等間隔でひだ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 、もうなんか素敵な女子校のスカートみたいな。その例え良くないですよ。良くないですね。今時 ね、なんてこと言うんだ。まあ、綺麗なスカートのひだみたいになって、はいはい、それが美しいんですが、多分あれ洗うとあの格好取れちゃうんじゃないのかな。形状記憶じゃないんですかね。形状記憶ですか。わかんないけど。だいたいそのカーテン洗うには外さなきゃいけないじゃないですか。そうです。外すためにはね、踏み台がいるんですよ、うち。高いところで踏み台に乗っても多分届かないかどうかギリギリぐらいなんですが、天井の高いお宅に、いや、そうじゃなくて踏み台乗ってですよ、カーテン外してる時になんか足滑らしてひっくり返るっていうようなことが当然想定されるわけで、足腰弱ってますからね、そうですか、太平洋横断から帰ってきてからもう目に見えて足腰弱ってますから、高いところの高所作業というやつはその狭いところに立って安定しなきゃいけない上に、手を上に上げなきゃいけないじゃないですか。そうですね、リスクがね。今のね、60肩でですよ、左肩が左手が上まで上がらなくなってる状況の中で困るんですね、左手が上まで上がらなくなると、飛行機に乗った時ですね、頭の上の荷物置きに物を入れられなくなるんですよ。そうですね、上までね、重たいもの片手は上がるんですけども、片手だけで荷物入れるのはね、それバスケットじゃないんだからね。バスケットの選手ならこうなんか構えてピョンかなんかすれば入るんかもしれませんけれど、両手で持ち上げようと思うと片手が上がらないとあの作業ができないんですよ。でもたもたしてるとですね、横で綺麗なお姉さんが手伝ってあげましょうかとかっていう、客室乗務員の綺麗なお姉さんに手伝ってもらうのもなとか、素直に手伝ってもらえばいいんですけどね。男性ってなんかやっぱりちょっとそこで見え張っちゃったりする感じですか、ね、いやいや、そこで見え張るってことはないんですけど、なんか申し訳ないような気がするじゃないですか。まだまだ無理をするでしょう。それでですね、睡眠の話を聞いたのが、今日火曜日じゃないですか。だから、日替わりで構成作家さん変わるわけですよ、この番組って。先週の火曜日にですね、この番組の構成作家さんが、ヤクルト戦中やつが流行ってるからって言って、そうそう。ね、スタジオにどうやって入手したのか聞かなかったんです。なかなか今手に入らないのね。ヤクルト戦っていうのが、ただのヤクルトだろうと思うんですけども、何かというと、ネットニュース等でご覧になっている方はご存知だと思いますが、どうもとある番組で体のでっかいタレントさんがですね、睡眠の改善にいいんじゃねえみたいなことを発言したとかいう噂があって、それから急に品切れになって、よく今までもね、最近テレビってそれだけの影響力がなくなってきたのかなと思わんでもないんですよ。一昔前ってなんか昼のワイドショーで、なんとかが体にいいみたいなことを言うと、世の中からなんとかがなくなるっていうことがかなり頻繁に起きてましたよね。よくありました。で、なんかテレビで紅茶キノコみたいなやつが、なんか体にいいみたいなことを言うと、紅茶キノコとかなんとかカスピ海ヨーグルトとかですね、私も何回かハマったことありますが、カスピ海ヨーグルトは若干入りましたけれども、紅茶キノコだけはね、不気味で、
あれは、未だにあの、紅茶キノコって、なんだかよくわかんないけども、紅茶キノコやりました？いや、やってはないです。いや、紅茶キノコやってる家いると、なんか瓶の中にキノコみたいなものが生えてて、それが紅茶キノコで、なんかあれが当時テレビかなんかで体にいいとか悪いとかなんかいう話になってて、皆さん紅茶キノコみたいなやつを栽培してたことがあったんですが、あれ謎なんですよ、未だに。なんかの菌類だろうとは思うんだけど、紅茶をほっとくと中に菌が生えるんですか？いや、それとは別じゃないですか。その紅茶キノコっていうのが多分日本で流行しても30年40年ぐらい経つわけですよ。はい、つい先々週ぐらいに、あのうちの船今年の春に浸水をさせて、最初に浸水をさせた時に誰かがペットボトルの2リットルのお茶を持ち込んだんですね、はい、そのペットボトルの2リットルのお茶を、ちょっとだけ飲んでそのままキャップして、まあ来週来るからいいやぐらいなつもりで放置しといたんですね、はい、それが 2,3 ヶ月経って誰も気がつかないまんまそこに放置されていたやつを冷蔵庫の中にしまって、冷蔵庫のスイッチを入れてよく冷やしたんですね、で先々週ぐらいに、だから最初に一口飲んでからもう数ヶ月経ってる状況の中のお茶が冷蔵庫の中に保存されてたんですよ。それで、あのよく冷えてますから喉乾いてる状況の中で、何も見ずに最初にコップに開けて飲んで、うまいなやっぱりお茶は、やっぱりよく冷やしてるとうまいなうまいなうまいなって言ってて、最後残り少なくなった段階でコップに入れずにそのまんまペットボトルにもう最後だからと思って口つけてガボッと飲んだやつが、なんか喉に引っかかったらしいんですよ。グゲグゲグゲとか言い出して、どうしたどうしたってペッと吐き出したら、あのこう普通のペットボトルの2リットルのお茶だと思ったら、そっから直径数センチの、茶色い固形物が出てきて、おそらく自然発生紅茶キノコだと思うんですね。だけどそれまで飲んでた人間はコップに開けて飲んでる段階では気がつかなかった、残りが少なくなって、最後に残ったやつを一気に飲んだやつがガボッと吸い込んで、うわ、お茶だと思って飲んだら固形物が喉に引っかかった時の衝撃は想像するだけで恐ろしいよね。でもご無事だったんですか、その方？今ここにいますから。大丈夫です。よかったよかった。まあ、そんなこともあって、飲み物にはこういろいろあるわけですが、たまさま、たぶん、マツコ・デラックスさんかなんかが、睡眠感改善にヤクルト1000がいいってテレビで言ったらしいってのがあって、それから品切れになって、急激に世の中からなくなって入手困難になって、ヤクルト1000って乳酸菌飲料だから、その乳酸菌の効果として体にいいのはわかるし、まあ基本ヤクルトだから味の想像もつくし、それが睡眠改善って言われた時に、どういう因果関係があるのかわかんないけれども、テレビで有名人がそう言ったということで急に品切れになって、興味はあったんだけど買えずにいたところが、先週の火曜日にここの番組の別の子、さっきあのガボって飲んだ人とは別の構成作家さんがですね、どこで入手したかわかんないけれども、まあ、ワンパッケージ、あれワンパッケージ1ダスぐらい入ってるのかな、ね、それを、あのどっかから入手してくれたやつを、惜しみもなく私たちにね。そうなんです よ, そ, うなんですよ。でその場で飲むのもったいないから私は持って帰って、私も持って帰りました。それでちょっと眠れない夜に飲んでやろうと思って、昨日飲みました。飲みました。あら、全く睡眠改善には効果がなかったですね。まあ、辛坊さんにはなかったと。いや、だってもともと睡眠改善のための、食品じゃないでしょ。ね、うん、乳酸菌飲料だから、うん、それは乳酸菌は体にいいと思いますけども、睡眠改善とは違うんじゃないのかなと。いうのは私の感想でありますが、まあそんなこんなでね、みんな無事でよかったなっていうそういう話です。まあ飲み物はね、あの消費期間内にきちんと、そうですね、ペットボトルのお茶で、お茶だから腐らないだろうと思って何ヶ月も放置しておくと、中に紅茶キノコ用の物体が発生するということがありますから、おそらく何かの菌類ではなかろうかと思いますが、もう今となっては証明のしようがありませんが、命に別状はないということも判明しております。はい、そうですけど、お気をつけください。そのまま飲み込んじまったら体に良かったのかもしれないよね、吐き出さずに。いいのか悪いのかもチャレンジャーですよ、それは。はい、はい、さあでは今日も株と為替の値動きから、株と為替ですね、はい、お伝えしていきます、はい、今日の東京株式市場、日経平均株価大幅に反発しました。昨日と比べて475円9銭高い 26,246 円31銭で取引を終えました。
昨日から今日にかけて欧米の株式相場や先物指数が堅調に推移し、投資家心理が改善したほか、このところの株価下落で割安感が出た銘柄を買い戻す動きが目立ったようです。で、為替相場は現在1ドル135円10銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると20銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台はマスク着用と熱中症、夏のコロナ対策はというこのニュースにつきまして、医学博士で、秋葉原駅クリニック院長の大和田清さんにお話を伺います。で、5時台に取り上げるのは米先物取引再び消滅で歴史に幕というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りいたします。ズームをミュージックリクエスト、エンディングにお送りする曲をね、決めてもらいますが、はい、今日は紅茶キノコを食べた時に聞きたい曲。紅茶キノコを食べた時に聞きたい曲。紅茶キノコ知らないっていう方はもうネットで調べるか近所の人に聞いて回るか、うん、まあ紅茶の中に浮かぶキノコですね。外から見た雰囲気で言うと、うん、水で戻したキクラゲみたいな感じですかね。もうちょっと色が薄くてなんかニュルニュルしてる感じです。そうですね、はい、たまたまこの間さんまさんとの特番の時にも紅茶キノコの話が出ました。紅茶キノコブームですね。ブームがまた来るかもしれないですね。なんかね、曲を思い当たりましたら zoom@1242.com でお待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ウクライナ軍は昨日、南部にロシア軍がミサイル14発を撃ち込み、国内最大の港があるオデッサ市の食料倉庫が破壊されたと発表しました。ロシアによる封鎖が続く黒海で緊張がさらに激化しています。第26回参議院選挙は明日公示され、7月10日に投開票されます。去年10月に発足した岸田政権の9ヶ月の運営に対する初めての審判となります。安定政権の確立を目指す自民公明両党は定数248のうち非改選議席を合わせて過半数125議席の獲得を目標とします。同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪地裁は昨日、規定に憲法違反はないと判断し、原告の同性カップルが求めた国の賠償責任は認めませんでした。日銀の黒田総裁は昨日、岸田総理大臣と会談し、現在の経済情勢について意見交換しました。黒田総裁は為替相場について、経済金融のファンダメンタルズを反映して安定的に推移するのが肝要であり、最近の急速な円安進行は好ましくないと総理に伝えたことを明らかにしました。環境に配慮した行動を取った消費者にポイントを発行する環境省のグリーンライフポイント事業に楽天グループや NTT ドコモなど26団体が参入すると読売新聞が報じました。8月以降順次発行をスタートさせます。オランダ政府はウクライナに侵攻したロシアへの天然ガス依存度を下げるため石炭火力発電の利用を増やす方針を発表しました。脱炭素に向けてこれまで稼働率を 35% に抑えていましたが制限を解除します。 JR 東海の列車内から行き先表示板などを盗んだとして愛知県警中村署は窃盗の疑いで静岡県焼津市私立高校教員の秋山博樹容疑者を逮捕送検しました。列車は
愛知県新城市の JR 飯田線で起きた落石の影響で1日から駅構内に止められていました。すでに営業停止を発表していた香港の水上レストランジャンボキングダムが南シナ海で沈没したと運営会社が昨日発表しました。長年停泊していたアバディーン港から非公開の場所に曳航中、南シナ海で転覆し沈みました。乗務員に怪我はありませんでした。そこまで言うか。まずですね、先ほどヤクルト1000の話題を冒頭やった時に、はい、いやもともと別に睡眠用に作られたもんじゃないしみたいなことを申し上げたんですが、どうもヤクルト1000という乳酸菌飲料のホームページをたどっていくと、やっぱりこういうのにいいんじゃないっていうところに、まあストレスの緩和であるとか睡眠の質改善みたいな謳い文句はあるということなんで、うん、全くそういうことを目指していないかというとそうでもないっていうところがあって、ただ私が昨日の夜試してみた、見たように、うん、睡眠薬代わりに寝る前に飲んで役に立つというようなもんではないと。睡眠薬ではないですからね。はい、ということなんで、一応念のため付け加えておきますが、はいはい、ものすごくうがった見方、まあ、邪推も含めて、うん、したいと思います。邪推するんですか？はい、南シナ海で沈没したジャンボキングダムです。ですね、ヤクルト1000の話はもう終わりました。よかったです。ヤクルト1000の話は置いときます。はい、そうじゃないんです。ジャンボキングダム、はい、私が何回か行きました、香港名物のね、うん、小さな船で渡っていって、なんつったって幅が76メートルあります。中国王宮風の巨大な建物が、はい、香港の湾のところに浮かんでてですね、これにボートで行って、豪華晩飯を食うという有名レストランで、もう日本人の香港ツアーの中には必ず含まれていたという、はい、タイガーバームガーデンと、このジャンボ、タイガーバームガーデン知ってます？はいはい、知ってますよ。変ですよね、あそこも。なかなかね、面白いところ。あそこも、なんかシンガポールだか、香港だかのお金持ちの方がお作りになったということで、なんか石膏細工なのかセメント細工か知りませんけれども、虎だとかなんだとか、わけわかんねえもんあって、あ、もう行って、っていう、みたいなところが、ありましたが、いや、まあ、タイガーバームガーデンはともかくとしてですね、ジャンボキングダム、ものすごくうがった見方をします。はい。わざと沈めたんじゃねえか。それは、私がそう思う根拠をいくつか述べてみたいと思いますが、あくまでも邪推ですからね、はい、あくまでも邪推です。まず、はい、沈んだ海域の南シナ海、意外と深い、平均水深1000メートルあります。一番深いところは5000メーターぐらいあります。めちゃめちゃ深いです。平均水深1140メートル、最深部5015メートル。これだけ深いとね、引き上げ不可です。不可能です。で、実は小さな声でしか話しませんが、はい、最近海洋汚染防止法みたいなものが国際条約で締結されてから、大っぴらに誰もやらなくなりましたけど、一昔前、はい、古くなった船の一番安上がりな処理方法は、沈潜処理って言って、水深の深いところを持ってって、わざと線抜いて沈めちゃうっていうのが、普通に行われていた時代があるんですが。認められてたんですか？当時は違法行為じゃなかったんですよ。今はダメだと思いますよ。だけど、今回この船ってそもそも老朽化してましてね、ジャンボレストランが開業したのは1976年なんですよ。もう46年も経ってんです。大概船も46年も経ちゃね、まあまあ次ちょっともうそろそろ限界じゃないのっていうのと、それからジャンボレストランが閉鎖された時のニュースで、次の使い道決まってないっていう一説があったんですよ。それで経営会社が、とにかく金がなくて、あそこの香港の沖合に係留して維持するだけでも数千万円毎年お金がかかって、その維持費が払えないからもう営業やめますって言って、次引き取り手は決まっていないけれどもどっかに運びますっていうニュースだったんですよ。はいはい、最初ね。普通そういうのってさ、引き取り手決めてから運ばないか。まあ、引き取りって決まってませんけども、ね、香港から運び出します。次どうするか分かっていません。運営会社お金がありません。あれだけでかいものをね、本気で解体しようと思うと、相当な解体費用かかりますね。そりゃそうでしょうね。一番安上がりなのは、線抜いて沈めちゃうっていう、昔ながらの処理の仕方なんですが、
やっちゃったんじゃないのかなと私なんかは思いますが、これは単なる私の想像です。何も発表されておりません、うん、はい。ただまあ、当現場の推進から考えて、やっちゃったんじゃねえかなっていう気がぶっちゃけしなくてもありません。やっちゃったといえばその一つ前のニュースですよ、はい、学校の先生がこれね、はい、電車で、止まっていた列車、これもなんかね、なんかの加減で止、ま、ずっと止まってて、あの落石の影響でね、これが何がニュースかというとですね、はい、もちろんあの一つこれがニュースになった理由は、犯人が学校の先生だった、高校の先生だったっていうのが非常に大きなポイントなんですが、はい、うん、それと同じぐらい大きなポイントは、今から2週間ぐらい前に、ずっと止まったまんまになって、落石事故の影響で止まったまんまになってる列車があるよと、その列車っていうのが結構鉄道マニアには人気の列車で、なんか部品盗まれてんじゃねっていうニュースが2週間ぐらい前にすでにあったんです。ネットニュースで。で、ネットニュースで、おい部品盗まれてんじゃねえかみたいな話が、まあ、ネットを中心に、ネットニュースになるぐらいですから、ネットを中心に盛り上がっていて、どうもそれを受けて捜査が入って捕まったんじゃないのっていう、はい、これまたうがった見方を兼ねてなんですが、はい、周りの状況からするとかなり ありそうだな。ちなみにこの私立の私立学校の先生の秋山容疑者の自宅というのが、はい、警察に捜索をされてですね、そこで押収されたものの写真というのが、はい、共同通信があの各メディアに配信している写真であるんですがもう本当に鉄道ファンってしょうがないよねって、鉄道ファンはみんな別に犯罪者じゃありませんから、合法的な手段で、うん、オークション等で実際に鉄道会社があの行き先表示板などを売り出すこともありますから ね、うん、ね、だからそういうところで合法的に手に入れたものに関しては別にあのでどうってことないんですが、うん、どうも今回警察が押収したということは、この証拠品はほとんどが盗まれたものであろうということは容易に想像つくわけで、まあ、電車についてる行き先表示板であるとか、それから昔の駅の、駅舎の柱に縦にこう表示されてるひらがなの駅名表示板であるとかが、よくこの人、いやこの男こんなに集めたねっていう。本当ですね。これ全部だとして。これだけど25歳ということは、一体何歳から鉄道ファンなんかわかりませんけれども、子供の時から好きだったんだろうね。好きでもね、盗んじゃったんですよね。いや、そりゃそうですよ。そりゃそうなんだけどもや、このニュースとこの盗んだものの物品を見て、飯田くんが何というか、ぜひ聞いてみたいのかね。同じ鉄道オタクとして。そうですね。意外とね、鉄道オタクの方が怒りに触れたりするような気がするんですよ。はい、つまり我々にとっては、うん、まあ、いや、この鉄道表示板、まあ、駅板の表示板なんかこうやって大量に見せられても、うん、まあ、はっきり言って価値を認めないわけですよ。世の中には好きなやつがいるよなっていうのが我々の感想ですよね。鉄道ファンじゃない人間は、鉄道ファンにしてみたら垂涎の的というか、喉から手が出るほど欲しいもんですから、こんなに集めやがってっていう、かもしれないですね。我々鉄道ファンじゃない人間と鉄道ファンの間では、このニュースに対する反応というのは相当温度差があるんじゃねえかなと。ちょっとね、違うかもしれない。はい、なんか考えたりもしております。あ、ゴミネタ2つ解説して終わっちゃったよ。あ、ゴミネタじゃねえか。まあ、そうですね、船沈没したやつは。そうですよ、大きなニュースです。まあでも誰も死んでませんからね。まあ、とりあえず船だけ沈没しました。はい、はい、ズームフラッシュでした。21日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と日本放送の増山さやかでお送りしています。今ね、頭ちょっと辛坊さんの声ならもしかしたらかけたかもしれませんが、かけ忘れてた、ませんでした、失礼しました。すいません、はい、ご意見いただいてますよ。毒グマさんかな、ポイズンクマさんだ。紅茶キノコってそういうものだったのか、椎茸的なのを後から入れると思ってたわ、飲んだことないっていう、やっぱり知らないから、ね、いや、私も実は紅茶キノコに関してそれほど詳しいわけではなくて、私のイメージで言うと、なんか自然にか、なんか誰かからちょっとずつ菌をもらってくるのか分かりませんが、そうみたいですね。紅茶とか、あのヨーグルトもそうですよね。ヨーグルトブームの時 の、 あのカスピカヨーグルトも誰か育ててる人にちょっと分けてもらって牛乳の中入れてっていうやつですよね。はい、
あとね、さゆりんさんもこの紅茶キノコについてなんですが、はい、私の父が作って飲んでいました。やっぱり私も何度か飲みましたが、ちょっと紅茶の腐ったような味で好きではなかったけど父は便秘に効くと何年も飲んでいましたが、それ単にお腹壊しちゃうわけじゃないのか知らない間に紅茶キノコは容器ごとなくなっていました。そうですね、あの紅茶キノコって誰かから株最初のやつを買ってくるのか、それとも先ほど冒頭お話ししたように自然に発生するものなのか。なんかこう麹菌って知ってますか？麹菌、麹菌っていうのをお酒作るのに使いますよね。 あ、はい、あの麹菌っていうのが、あの私ちょっと想像してたんですよ。何想像してたかというと、はい、もし太平洋横断に失敗して無人島に流された時にサバイバルしなきゃいけないじゃないですか、はい、サバイバルしていく時に、うん、自分で醤油とかお酒とかどうやったら作れるんだろうっていうのを考えたことがあって、そんなこと考えながら、それで、はい、そしたらどうやったら作れるんだろうかって考えた時に、ね、あの基本麹菌の元になるのは、まあ、カビですよね、うん、あの要するに発酵する、うん、だから人間にとって有用な発酵するカビのことを麹、ね、だから腐っちゃうか有用かというのは人間から見た時のあの差でしかないわけで、で、そうですね、でそういう自然にそういうカビみたいなやつは空気中にいくらでもあるんですよ、はい。で、まあ、あの、有名な酒蔵なんかは、あの、その蔵の中の工房、麹作るところで、そこの、まあ、蔵の中にいっぱいこう、目に見えないけれども、居、うん、ついてるやつ、酵母菌みたいなやつが、これがまあ、いい酒の味を出すみたいな話があるように、うん、じゃあ、無人島で自分で酒を作りたいときどうしたらいいかっていうと、はい、まあ、米みたいなものをこう、腐らすと、いろんな種類のカビが、こう、うん、ね、赤だの、青だの、黄色だの、黒だのって、それの中でちょっとずつこう味試してみて、ここのカビいけるって言ったらそのカビだけを大量に作るっていうか、こうやって酒作りができるということを、編み出したわけじゃなくていろいろ調べて行き着いたんですが、だからね、太平洋横断の時にはそういうくだらないこともずっと考えてたんですよ。そういう時間はたっぷりありましたもんね。無人島に流れ着いた時と、だその時に困るのは、ここでだったらいくらでもネットで検索ができますから情報手に入れられますけど、うん、す船の上はネットがつながらないわけですよ、うん、ネットつながらない中で、うん、自分の頭の中で編み出せるものは編み出さないとしょうがないです。いかに知識を持ってるかってとこがね、そうなるとね、そうだからサバイバルってやっぱりね、最後ね、生死を分けるのは知識の量だと思いますよ。どうやって生き抜いていくかというのは、良い子の皆さん、生きるために勉強しよう。そうですね、ま、役に立つよ、学校の勉強は。コツコツと勉強していきましょうね。おじさんはね、中学校までの勉強でほぼ人生出来上がってるからね。高校大学の授業なんかほんとクソの役にも立たない。あ、いやいや、そんなことはないと思いますけど、はい、まあ、小さいうちから積み重ねていってくださいね。さあ、ラジオを聞きのあなたのご意見、まだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストはですね、お題が紅茶キノコを食べた時に聴きたい曲。まあ、食べたことがない方が大半かと思いますので、想像してね、あの、お寄せいただければと思います。お待ちしております。この後は、マスク着用と熱中症、夏のコロナ対策はというニュースにズームします。日本放送、ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。マスク着用と熱中症、夏のコロナ対策は。今月17日、福井県福井市の港小学校で、児童20人が熱中症の疑いで搬送されました。校外学習の移動時に、担任がマスクを外すよう指導したものの、全員が外すことはなかったと言われています。福井市教育委員会の担当者は、マスクをつけることに慣れて外すのをためらう子もいる、強制もできず悩ましいと話しています。体調管理機能が未熟な子どもは大人より熱中症のリスクが高く、この夏もマスクとどう付き合っていけばいいのかが課題となっています。いや、今日ね、初めてです、
コロナ禍以降初めて私、ここへ来るまで、歩いてくる話はよく番組でしてますよね。いつものように、晴海通りというやつをポコポコ歩いてきたんですよ。そしたら銀座4丁目よりちょっと南ぐらいのところで、向かいから来る女性が、あれなんかいつもと雰囲気違うぞとしか最初思わなかったんですよ。あれなんだろう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 と思って、あ、綺麗な人だなと思って通り過ぎてから、あ、マスクしてないっていう。もう本当にこの一年で初めて見ましたね。ああ、なかなか人の顔を全部ね。ええ、そうそう。だからその今までは目しか見えなかったんで、あれだけど今日、そうですね、なんで私の心の中で、ああ、綺麗な人だなと認識できたかと言うと、マスクしてねえわっていう。本当久々すっごい新鮮でしたね。思わず追いかけてって、どうしてマスクしてないんですかって聞こうかと思ったぐらいですが、さあ一体いつまでマスクするのか。なりました。はい、今日はこのニュースにつきまして、医学博士で秋葉原駅クリニック院長の大和田清さんとお電話がつながっています。大和田先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。大和田先生、前にも出ていただきましたが、現状のコロナの感染状況はどういうふうに見てらっしゃいますか？ですね、患者さんも陽性というか、後で分かった人もいるんですけれども、何人もいらっしゃってるわけですけれども、本当に肺炎になる人がいなくって、普通の風邪化してきてると思います。なるほど。ということは、まあ、コロナの騒動も大きな意味では転機を迎えてるって感じがしますね。あ、そう思います。おっしゃる通りだと思います。そんな中、先生なんか最近本を出されたようで。ああ、そうなんですよ。こう、だいたいこうなることがなんとなく臨床、ずっと長くやってると分かってたので、去年のうちにお書きしてて、はい。で、前回、辛坊さんとお話しした時もね、似たようなことをお話ししたと思うんですけども、はい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 、それをまあ本にしたって感じですね。もう恐れてはいけないコロナは消えるびっくりマークっていう、そういう本です。ビジネス社からね。そうですね。ウイルス自体は消えないわけですけれども、調べなくなればそれで終わりになっちゃうわけですよね。そうですね、まあ、従来のコロナ型の風邪っていうのがそうでしたから、まあ、そうなっていくっていうことなんだろうと思いますが、そんな中、ね、今日のメインテーマはマスクなんですが、はいはい、先生マスクの着用状況についてどう見てます？先ほど辛坊さんがなんかつけてない人見てびっくりしたとかおっしゃってたんですけども、もうびっくりしない状態になってるんじゃないかと思うんですよね。僕あ勤めてるのが秋葉原なんですけれども、ちらほら外してる人いらっしゃいますし、はい、コンビニに今日急いでてコンビニ入るときぐらいアゴマスク僕してること多いんですけど、普段外しちゃってるんですよね、僕もね。はい。あんまり意味がないので。ね、そのまま会話して出てきちゃって、ああ、してなかったっていうのは後で分かったりするぐらいなので。なるほど。ほとんどもう、皆さんお互いの目を気にしてるだけで、必要でつけてる人は少ないんじゃないかと思うんですよね。そんな中、でもまあ、学校現場でマスクどうするみたいなことが結構議論になってるんですが、先生から見てどんな風な状況ですかね？ですね、学校はですね、子供さんたちはコロナにもともと被害なかったわけですよね。はいはいはい。ですからもう、外していいって大号令かけるべきなんですけれども、どうしてもですね、人の目とか親の目が気になっちゃって、はい、学校の先生も萎縮しちゃってると思うんですよね。そこが問題だと思います。これ子供さんがマスクをしてることは、やっぱり先生の目から見て、やっぱり異様というか、問題があるというふうに見えてますか？そうですね。熱中症とか、汗がつくと窒息するっていう現実的な問題もあるんですけども、そもそも必要がないものを、必要がないけど、礼儀のためにつけましょうっていうのが間違いだと思うので、教育現場ですから、自分の体に必要ないものはやめましょうっていうことで、みんなで一斉にやめればそれで済んじゃうと思うんですよね。なるほど。今先生おっしゃいましたけど、マスクしてるとそんなに熱中症であるとか呼吸であるとかに問題が出るんですか？そうですね。これ WHO も動画作って紹介してるんですけれども、僕たち口から呼吸っていうのはやっぱり体温調節の大事なものなので、はい。排気ガスっていうか排気したものをまた吸ってるわけですから、なかなか冷気を吸うことはできない。それからマスク内に二酸化炭素溜まってしまいますし、はい、マスクって水分つくと口に張り付いちゃうわけで、まあいろんな弊害があるわけですね。実際にそのマスク着用してて熱中症になるリスク、あるいはその、呼吸が支障が出るリスクってどの程度あるんですか？何倍とは言えないんですけれども、マスクして熱中症になっちゃってる
学校はいっぱい、どこの学校か分かんないぐらいもう報告されてますよね。はあ、で、その熱中症とか、窒息の問題以前にですね、やはり必要ないものを外すっていうのが、鉄則で、はい、で、もう調べなくなって、ウイルス、クラスター、学校の先生、心配しなくていい状態になってるわけですから。マスク外したからうちの子がコロナになった、あの子がコロナになった、それでなんか競技に出れなくなったとか恐れて、マスクしてるわけですから、そもそも予防の力を持たないマスクでね、はい、子供たち縛りつけるのは良くないと僕は思ってます。予防の力がないんですか？そうですね、隙間から呼吸してますし、大抵、はいはい、それからエアロゾル、すごい細かい粒子であることが分かったので、マスク素通りしちゃうわけですし、完璧に朝から夜まで密着してつけてる人もいないわけです。はい、で給食の時外してますよね。で教室なんか粒子が散乱してるわけですから、はい、意味がないわけですよ。いや、もう私基本的におっしゃる通りだと思うんですが、それでも私マスク基本してるわけですが、私マスクしてる理由はもうはっきりしてまして、やっぱりこの日本という社会の中で社会的連帯というのをマスクで示すことがとても大切だろうという意識がだけど辛坊さんね、はい、最初にこれ3回目なんですけど、辛坊さんラジオね、1回目ピンチヒッターの方だったんですよ、はい、海ヨットに行かれていて、例えばね、ヨットに行くのなんてね、贅沢者がやることだからって言ってヨットに行くのやめちゃって人の目を気にして行かないとかいう選択なかったですよね。まあそうですねそれはそうだ、そういうことですよ。みんな他の人の目を気にして暮らすのをやめないといけないんですよ。そうですね、いや、わかるんですけどね、でもしてた方が楽なんですよ。そういう方はそれでいいと思うんですけど、学校はやっぱり集団生活なので、やっぱ学校の先生が強力にやめましょうと、体にもう体守る道具でもないし、そもそも人々を脅かすようなものが流行ってるわけでもないから、やめましょうでやめていけばいいだけだと思います、ね、いや私もそう思うんですけども、ただね、もうこの2年ぐらいで自分でもびっくりするぐらいマスクするのに慣れちゃったんですよ。子供なんかなおさらじゃないかな。つまりまあ子供のコミュニティの中では、まあ大人のコミュニティなんかもそうですけども、子供のコミュニティの中でもう学校でっていうか日常生活でマスクしてるのが当たり前だと、顔パンツっていう言葉ができたくらいですね、マスクしてないと気持ちが悪いっていう子はいっぱいいると思うんですけど、やっぱそういうのはやっぱ強力になんかしないと意識変わんないですよね。強力なんかしないとっていうより、やっぱり学校は、学校の先生がコントロールしてますので、はい、学校の先生がやめましょうって言ったらやめるんですよ。まあそうですね。そう。それから大人の方に関してはですね、長い何十年も暮らしてるうちに、わずか数年の習慣でね、はい、もう顔にマスクつけないとダメな習慣がついちゃいましたっていうのも間違いだと思います。そう、間違いは。例えばですね、僕の外来、うん、今日サーファーの人来たんですけど、はいはい、格好悪いからっていう理由だけでつけてない、ずっとつけてない人もいましたし、場所によってはですね、ずっとつけてない人もいるわけですよ。いや、わかる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 っていう理由はですね、多分ね、サーファーの人がマスクするとどうなるかっていうと、マスクのところだけ白く抜けちゃうんで。それだけの理由でつけてない人世の中にいっぱいいるわけですから。それは格好悪すぎだろうっていう感覚はわかるんだけど、うん、裏を返すと、この夏の紫外線がきつくなってきた時期に、マスクしてると、日焼け止めそこの部分塗らなくていいんですよ。日焼け止めって、なんかいつまで経っても石鹸で洗っても取れなくて気持ち一遍つけるとすごい気持ち悪くて、特に男性の場合は、化粧する習慣が日常にないもんですから、顔になんかつけるっていうのが、まあ、すごいめんどくさいし抵抗あるんですが、マスクしてると、マスクしてサングラスして、帽子でもかぶっちゃうと、もう日焼け止めいらないので、これ便利だなと思っちゃうところもあるんですけどね。どうですかね、マスク外した開放感がそれにも勝るんじゃないですか。いや、まあそうなんですけど、そうなんです。帽子外して、マスク外して、風に吹かれた方が辛坊さんだって海の上の気持ちよさを思い出すでしょ。そうなんです、そうなんですよ、そうなんです。それはそうなんだけども。本気を語らないと。そうなんですけど、でもね、なんかね、本当にさっきの顔パンツじゃないですけどね、この2年間ですっかりね、パンツ状態になってるんだっていう。マスクあると楽ってこからはですね、ど
れぐらい早くですね、脱出できるかの競争じゃないですかね。まあ、そうかもしれないですね。どうですか、未だに今日これ、ここへ歩いてくる途中にもですね、PCR 検査場で客引きしてたりなんかするんですけども、なんか異様な光景だなと思うんですが。どうですかね。まあね、どうなんですかね。辛坊さん、でも、やっぱり、本当は外したいんでしょ。あ、マスクですか。そうですね。あ、マスク外したいっていうよりもね、最近ね、完全に忘れて家出ちゃうことがあってですね、つい最近これちょっとラジオで紹介したんですけども、先日もマスク忘れて家出たんですよ。で、車で空港まで行って、空港の駐車場に、車止めて出ようと思った時に、あ、マスクないわと思ってですね、これは一大事だと。マスクないと困る。世間的に困ると思ったもんですから、ゴミ箱の中からマスクを拾ってですね。これは良くないですよね。なんか別の菌がね、ついてそう。そんな状況の時にですね、僕風邪ひいてるかなって検査しに行きます。はあ。もうね、そこまで来てんすよ、世の中の人って。はあ。そうっすね。そうっすよ。だからこれが消えるっていう本を書いた理由なんですよね。なるほどね。まあ、ウイルス自体がどうのこうのとかっていうよりも、もうこの、いや、特に最近、まあ、オミクロンになってから特になんですが、はい、社会的騒動としてのコロナという意味合いの方が、やっぱり大きいですもんね。これそれがね、尾を引いてるだけですよ。もうすでに、例えばですね、沖縄とかアフリカでオミクロンが流行った時の状況を見れば、オミクロンってどういうものか分かってたわけで。はい。ね、それが現実的に感染者数が増えても、目の前に出てきただけなわけですよね。だから、例えば新しい変異型が出てるわけですけど、アフリカの様子見れば、感染者数も増えてませんし、重症者数も増えてない。それが、だから、よく川を登れ、海を渡れって言うじゃないですか。海外の事例を見ることで、未来の日本で起きることを予測してるわけですよね。はい。だから、そういう状況だったら、マスクも検査もいらないわけですよね。まあ、そうですね。で、どうですかね、アルコール消毒の習慣とか、それからいろんなところに店に入るので、体温を測る習慣みたいなものはまだまだ残ってますけども、いつ頃このあたりはやめた方がいいんですかね。お店の人が片付けたら終わりじゃないですか。邪魔だなと思って。そこなんですけど、そういうのって何ですかね。やっぱりそれぞれの店単位で考えてやるものなのか、ある意味誰かが学校じゃないですけど、号令かけてやった方がいいのか、どう思いますか？いや、僕はね、いいテストだと思いますよ。日本ってなんか誰かが言い出して何かやります。はい、わかりましたっていう社会。そういう規則が多いと思うんですけど、自分で考えて邪魔だなと思ったら意味がないなと思ったらやめていくと、はい、そういう自由がある国なので、マスクも検査もアルコールもアクリル板も必要ないからやめていけばいいんじゃないですかね。ま、最近東京都の医師会長なんかは、大和田先生の発言に、ま、近いこともちょっとずつ喋り出している状況ではあるんですが、医師会全体としてはなかなか大和田先生ほど舵切れてないというか、いろんなこと言う人いるじゃないですか。そのあたり医師会での医師の統一ってどうやって行われてるんですかね。あ、そもそもですね、医師が統一されてないんでいいんですよ。はあ、そうですよね。いろんな人たちの集まりっていうのは、意思が統一されないですよね。例えば、ラジオ協会さん、ラジオのラジオ局さんでもいろんなこと話し合ったときに、辛坊さんの意見にみんな、なんか一致します、うん、それは無理ですね、絶対に。はい、それはありえないですね。そんな感じですね。それで、この感染対策っていうのは、状況を見て対応していけばいいわけですから、個々のお店が個々に対応していけばよくて、お医者さんの予測ってこれまでずっと間違ってきたわけですから、はい、自分で判断してやっていけばいいと思いますよ。ちなみに先生の委員は、入るときに体温検査、アルコール消毒って。あ、ないっすよ。あ、ない。ないっすよ。だって必要ないじゃないですか。だって、今回のオミクロンなんか特にね、熱も出ない、症状もない人もいるわけですよ。花粉症とも見分けがつかないし、はい、逆に高熱の人っていうのは別な病気の人の方が多くって、今だと。体温検査しても意味がないわけです。だから、このコロナだけが特別視されてきたのが間違いだったわけですよね。
ただ現状はまだ厚生労働省は2類相当というのをスタンス変えてないわけで、大きな病院に例えば脳卒中で入院しようと思うと、その前に入院前にコロナ検査が行われてコロナに感染しているということが、分かると、従来の治療コースに乗せてもらえないっていう問題がありますよね、現実に。表向きね、だけどそれはぜひ、今度病院の先生に聞いてほしいんですけれども、それやってると回らないわけですよ、現場は。はい、そうですね。もう脳卒中の人バンバン運ばれてきますんで。はい。な、ある程度隔離された新歓の患者さんとか、初診の人は、検査の、結果出るまでは一応待ってもらったりはするけれども、もう患者さん見ること優先にしていってますよね。あ、今も現場ではそういう運用になります。そうです、柔軟に対応します。その2類相当っていうか分類は2類のままなんですけども、現場はもう患者さんのために動き始めてます。まあ2類相当の扱いしてたら逆にそれで殺しちゃうこともありますもんね。その通りです。他の病気、発熱患者さん他の病気の方が多いって申し上げたのはそういうことですね。ああ、それで言うとね、最近私すごくこの1ヶ月2ヶ月違和感があるのは、重症者は東京都は1人になりました、死者5人ですみたいな発表が結構あるわけですよ。はいはい。それ死者5人ってなんかそれだけ聞いてるとオミクロンでもそれだけの死者が毎日出るぐらいの病気なのかしらとか思うんですけど、あれも2年前に厚生労働省の通達でどんな病気で死のうとその亡くなった段階で検査してコロナに感染してりゃコロナ死と発表するという、それが残ってるから多分コロナで毎日何人も死亡例が出てたりなんかするんだろうと思うんですけど、他のウイルスとか他のバイ菌調べたらそれが起源菌かもしれないですよね。そうするとね、本当にコロナで何人死んでるんだっていう統計はあるんですかね、そもそもは。統計の取り方がコロナだけ違ってたんですよね。もう でもですね、辛坊さんあんま心配しなくてよくて、はい、特にこのラジオのスイッチ入れてる方なんかはよく勉強されてて、あんまり相手にしてないと思いますよ。ああ、そこですね。だからそこも、はい、なかなか政権というのは、コロナに関してはかなり厳しく言った方が政権支持率が下がらないというか、政権支持の、まあ、安定のためにはいいというところを学習してしまってるんで、なかなか政治的に方針転換ができないでいる状況なんだろうと思います。それも間違いで、やっぱりですね、社会が回らなくて経済が沈没しつつ、あるいは日本って被害が少ないのに自滅したことが多分コンセンサスになりつつありますんで、公定してると多分ですね、道を誤ると僕は思ってます。まあそういうタイミングに先生の、うん、大和田清著、もう恐れてはいけないコロナは消えるびっくりマーク、別にこの本の宣伝してくれと頼まれたわけじゃありませんが、非常にタイムリーなタイトルになりましたね。これそうですね、ちょっと先見て書きましたんで。だってもうこれ書き終わったのがだいぶ前でしょ。去年です。あ、見事に半年先のことを、まあ、予言していたという本が新刊として発売されてますんで、まあ、ここから先は時間が来ましたんで、はい、興味ありましたらお読みいただくということで、先生今日診療中でしょ。はい、そうです。ちょっと別なピンチヒッターの先生お願いします。今すいませんいや申し訳ございません、本当に申し訳ないです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のゲストは医学博士で秋葉原駅クリニック院長の大和田清さんでした。6月21日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。はい、ありがとうございます。今日のお題は紅茶キノコを食べた時に聞きたい曲ですね。はい、意外とたくさんいただいてます。そうですか。どんな曲ですかね。山梨県甲斐市にお住まい57歳のゆずレモンさんはですね、はい、チャーで気絶するほど悩ましい、ね、お茶を飲んで気絶するほど驚いて体は大丈夫か悩んだみたいなのでと、ね、はい、それから神奈川県のますみさん60歳の方、紅茶キノコは発酵から生まれますよね、はい、年月を経てますます発酵、いえ、円熟味が増していらっしゃる木杉隆夫さんのグッバイデーをお願いいたします。確かに。こういう考え方ね。円熟味ですか、うんうん。その方向性なら
結構いらっしゃる。いろんな方で行けますよね。はいはい、川崎市の山ぴょんさん25歳。紅茶キノコはうちのおばあちゃんが愛飲しています。おばあちゃんは何食わぬ顔で美味しそうに飲むんですが、僕にとってはとても飲めたものではありません。あれが体にいいなんて到底信じられません。ということで、反町隆史さんのポイズンをリクエストします。毒にはならんでしょう。毒にはね、ならないと思います。それからスノーライダーさん、足立区55歳。リクエストは、イノキボンバイエ。なんでキノコといえばエノキ、エノキといえばアントニオエノキといえば登場曲思い出しましたと。エノキボンバイエね、はい、変化バージョンですねこれ、埼玉県のかよこさん47歳は、三橋道也さん、いいもんだなふるさとは。これわかります？わからない。私にとってキノコといえばキノコの山です。あの、はい、キノコの山のチョコレートのコマーシャルソング。あ、そうなんだ。そうそうそう。へえ、うん。あとはね、神奈川県の大谷純さん60歳。紅茶といえばイギリス、キノコといえばマッシュルーム、はい、もうこのグループしかないでしょう。ビートルズですか？そうそう、ビートルズの、まあ、この梅雨空を吹き飛ばしてくれそうなオブラディオブラダをお願いします。オブラディオブラダ楽しい曲です ね、はい。ラジオネームの TB カズさんはですね、リクエストは星野源さん、創造。これはキノコといえばスーパーマリオ、スーパーマリオブラザーズ35周年のテーマソングなんです。へー、ほうほう。それからですね、千葉県の丸々さん、米米クラブの何ですかこれはっていう歌。そんな曲あんの？あるみたいですよ。へー。あとは一番多かったのはですね、はい、14人の方いただきましたが、世田谷区にお住まいのみかんジュースさんとか、窓越しのお京さん、沼津市、他いただきましたが、柏原よしえさんのハローグッバイ。この間柏原よしえのハローグッバイかけたばっかっすよね。はい、何のテーマか忘れたけど、はい、そう、これはね、もちろん紅茶の美味しい喫茶店ということで。はい、わ、はい、かりました。結構迷いますねこれね。そうですね、うん、はい、本日のズームオンミュージックリクエスト決定します。はい、ビートルズ、オブラディオブラダ。そこですか。はい、たまには洋楽もいいんじゃないかろうかと、うんうんうん、はい、じゃあ梅雨空吹き飛ばすようにね、オブラディオブラダをエンディングでお送りします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。米先物取引再び消滅で歴史に幕。大阪府大阪市の堂島取引所の米先物のほぼすべての商品が昨日取引最終日である納会日を迎え、日本で唯一の米先物取引が事実上終了しました。江戸時代に大阪で始まり、戦時中の中断を経て2011年に試験的に復活、本醸造を目指しましたが、わずか11年で再び消滅しました。そもそも、あの増山さんに質問ですが、堂、はい、島って場所わかります？ああ、ちょっとピンとこないですね。ピンとこないですか、うん、じゃあ大阪の地図を頭の中に浮かべてください。東西に大川、旧淀川というのが流れていて、はい、この番組でも何回も申し上げているように、うん、フランスのシテ島のようにですね、うん、真ん中に中之島というのがあって、はい、北が堂島川、南側が土佐堀川、うん、つまり大川がその中之島を挟んで南北に2つに分かれますよね、うん、はい、2つに分かれて当然またこう一本の川にも、うん、でそのまま大阪湾に流れ込みますが、うん、その中之島というのはなんとなくイメージつきますか？うん、はいはい、分かりました。中之島の北側の、だ大川が日本にかの川に分かれるところの北側の川が堂島川なんですが、この堂島川を越えた梅田寄りのところです。うん、この辺りが堂島という地域で、はい、江戸時代に、まあ、幕府が米を年貢として各藩が徴収するわけですよ。うん、各藩が徴収した年貢米を、
現物を基本的にこの堂島に集めてきて、堂島で売買をして、そこで、ね、値段をつけるんですね。で、まあ、現物の取引から始まって、やがて政府公認というか幕府公認の、現物じゃなくて、もう半年先の米を売ったり買ったりすると。はい、で、これはまあ、半年先の米なんで、売ったり買ったりするのに、まあ、例えばですけど、10キロ1万円なら10キロ1万円、まあ、1両でもいいや、10キロ1万円で、こう、1年先に買いますっていうふうに、こう、もう決めちゃうわけですよ。はいはい、そうすると、米農家に、米の売り手、だからまあ、基本的には各藩ですね。米の値段が下がると、ものすごい損じゃないですか。だけど、半年先にもう、それは10キロ1万円で取引しますよっていうふうに決めとくと、米が豊作で、米の価格がガンって下がっても、その値段で売買が成立するんですよ。これが先物取引ってやつで、逆に、米の値段がガーッと上がった場合には、現物取引だと、それは売る方は得するけれども、買う方はすっげえ値段で買わなきゃいけないんで、そういう取引安定するためにも、半年先のものをもう値段決めて、理解を成立させとこうっていうのが基本先物取引で、小豆だとかいっぱいあって、それも今の FX の外国為替の証拠品取引なんかと同じようにレバレッジっていうのをかけて、まあ、いやギャンブルみたいなことができるわけですよ。それで、ね、ちなみに私の辛坊家の4代前の先祖は小豆相場で手出して失敗してですね、電子電波と売り飛ばすという大変なことが明治時代にあったんですが、で米相場というのも昔は米というのは日本の主要な、最も江戸時代においては根幹をなす商品ですから、この先物取引っていうのは今全世界に当たり前にありますが、はい、全世界のマーケットの中で一番最初に始めたのが堂島の米相場というぐらい、それで売り買いはものすごくデリケートですよね、一瞬のタイムラグで大損こいたりするわけですよ、ところが、いや、その、米の売り買いの差配をするのは、江戸時代に各藩の藩邸みたいなやつがあって、責任者がいるわけですよ。取引は大阪で行われてるわけですよ。ね、要するに、一週間も前の取引の価格で取引なんかできないじゃないですか。江戸時代のこの日本のシステムのすごかったのは、堂島の米相場って、旗竿を振って、やり取りすると、東京大阪間500キロあるのが数時間で結ばれちゃうの。米相場上がってるって言うと旗こっち振ってみたいなことでやって、その10キロごとぐらいにその旗をこう覗く矢倉と望遠鏡があって、それをつないでいくんですか。そうなんです。その旗振りをつないでいって、東京大阪間数時間で、だからおい米相場が堂島の米相場が上がってるぞ売りだっていうのを江戸の判定で指示して、そうすると2時間ぐらいで堂島の米相場にその指示が行くっていう、すごいですね。すごいんですよ、この情報伝達速度も含めて。このシステムは江戸時代に確立したこのシステムは世界で最高のシステムだったんです、はい、そういうこともあって堂島の米相場ってやっぱ大阪の文化でもあるんで、復活させたよね、長く途絶えてたんだけど復活させたよねってのがあって、一旦仮に復活したんだけども、はい、商いが成立しないんですよ、というのが多分ね、日本の今の JA を中心とする米の大きなピラミッドがありますね。その中に組み込まれるのが多分ね、現実に現物の米を扱ってるその日本の大きなマーケットで力を持ってる人が嫌がったんだと思いますね。そんなところで、いや銭儲けのネタとしてその米取引されるのは嫌だなとか、小豆相場みたいなことに米相場が使われるのは嫌だなっていうような、おそらくいろんな関係者の思惑もあって、まあ、米相場を復活させたい側は、まあ、江戸時代からの伝統だし、堂島の米相場復活させたいよねっていう思いがあって復活させたんだけども、そこでじゃあ米を実際取引するかっていうと、取引するかっていう方の実動部隊の人たちが、いや、堂島に米相場、それは何かの教習で復活させたのはいいかもしれないけど、そんなところでうちの米取引されるのは嫌だなっていうんで、日本で実際の米のやり取りしてる一番巨大な組織は JA ですから、この JA が多分ね乗らなかったんだと思いますね。で結局取引が商いも成立しないし、いつまでもこれほっといてもう意味がないよねということで、今回もう完全になくなりますという話なんですが、ただこの堂島で成立した先物取引というシステムと、その発想と、江戸時代に東京大阪間を数時間で情報伝達できていたっていうこの日本の歴史はね、全世界に、もう文化遺産で残してもいいんじゃねえかぐらいの話
で世界遺産に登録を目指しても本当は良かったんじゃないのかなと思いますけども、なかなかそういう発想には至らなかったようでありますが、はい、いうことでうちの先祖が小豆相場で失敗して電池電波と売り飛ばした話はもういいですか。もうそうですね。その結果あの小笠原に移住してですね、小笠原の母島で、あの、サトウキビ栽培に手出して、これで大儲けしたらしいですよ。うちの4代前の先祖は。ないですか。はい。それ、だから、小笠原の住所っていうのが確認できましてですね。除籍謄本っていう古い謄本を、うちの親戚が取り寄せることに成功して、はいはい、小笠原に新坊家の4代前が住んでいたところの住所が今確定してるんですが、いつか行ってやろうと思って、この間太平洋団の帰りに、小笠原近海で嵐に巻き込まれたら小笠原に寄るつもりだったんです。ただもうそういうことにならずにですね、とにかく早く帰りたいと一心で、まあね、小笠原の横を通過して帰ってきてしまいましたが、今度はちょっとねそれチェックしに、はい、小笠原にね、そうですね、あの小笠原丸っていうので行こうと思うとですね、最低でも往復2週間はかかるんで、ごめんなさいね。いやいやいや以上です。それは困る。以上ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネーム神奈川県にお住まいの大谷淳さんからのリクエスト、ビートルズオブラディオブラダ。はあ、懐かしいわ。いや、今あの山の家整理でいろいろこう古い写真をこう整理してたらですね、ビートルズが、これはもう有名な写真ですけれども、横断歩道のところでビートルズの4人のメンバーがこう大股開いてダーッと並んで歩いてるところあるじゃないですか。あの写真を撮りに行ったんですよ。わざわざイギリスまで。それも男4人で行って、本当男4人もいらなかったんだけど、4人いないとあの写真が撮れないんで、5人で行って撮りましたがな、その写真が出てきてですね、ああ、こういう無駄なことも20代の時はやってたなと思いながら。楽しい青春時代。はい、まあ思えばそうかもしれません。日本放送、この後は東京ドームから巨人対 DeNA 戦をお送りします。解説、宮本、和友さん。実況が日本放送、大泉健太アナウンサーでお送りします。そして、今夜10時から、さっきね、宣伝もしてましたけれども、山下達郎さんのオールナイト日本放送もありますんで、お聞きになってください。はい、で明日の朝6時からの OK コージーアップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースは参議院選公示、それから一定の節電でポイント付与、新たな支援制度導入の方針などお送りします。明日のこの番組ズームそこまで言うかは、ウクライナ侵攻から100日経過、勝負の分かれ目というニュースにつきまして、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さん登場です。いつも火曜日の夕刊フジのコーナーで必ず私がいろいろ喋った後、飯田くんの記事も出てますというのが今日言わなかったんで、今日出てます。ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかでした。また明日。